はい、どうも、こんにちは。今回またライフイズストレンジ続きからやっていこうかなと思います。前回ちょっとチラッと見たところの、また何セーブの兼ね合いで続きからになってんだけど、前回はね、いろいろなんていうの、ずーっとライフイズストレンジ暗いストーリーで、最終的に先生が黒幕って分かって、でもその結果、そのマックスの力がめちゃくちゃ覚醒して、めちゃくちゃ戻って 戻ってやり直して、素敵な街ですね。こんなに大きなギャラリーもあるし。今あるように、その日常ヒーローコンテストの優勝者となったマックスは、なんていうの、もうなんか今までのなんか、そのケイトが亡くなったりとか、クロエが死んだりとか、ジェファソン先生が黒幕だったりとか、全部なくなった世界線に来て、でマックスがコンテストに優勝して、今ロサンゼルスに来てるっていう。ビュッフェも豪華だ。イベントの良し悪しは食べ物でわかる。これ最キャ終ビ章アだけははお断りですけど、暗くなるのかな、今日は君話。の晴れ舞台だ。出品者として堂々と好きに振る舞えばいい。はい。業界の人にもなるべく多く話しかけてチャンスを生かすんだ。いや、まこのだマックス私やっはぱ。大人の集まりに混じった小さな子供の気分です。この1週間で君も子供ではなくなった。今や一写真家として称えられる立い派やなー、俺子なん供かだ。その。だからこそそれ相応の行動が求められる。私などトップに。やっぱこの服装ちょっとやっぱあれだよね。やっぱちょっとエモいよな。おそらくクロエに選んでもらったっていう描写があるんだけど、前回も触れたんだけど、そ勝つのこクとをロエ目が指選んしでてもらった服を着若いてマ頃ックからスが進んで前に出たここもに来てるっていうのがすごいなんかんで、こう、周りには好嫌き。われたが、 好き。キャビアが嫌いなら私が食べてやるから、君は来場者と話してきなさい。かっほこいいら、怖なあ、がっこのていないで。服っていうまか、たなん後でか話そう。黒いテイストの感情じ。けないな。これまでいろいろあって少しは度胸ついたと思ったのに。これ2つに分かれるね。やっぱ女の子らしい服がいいか、こういうちょっとかっこいい感じがいいか。でもまさか本当に成で功も俺すはるね、なんて。一男としてこのファッションがね、かっこいいと思う暗室わ。からこのギャラリーに飛んできた。ね。これでいくつ目の別次元だろう。ね、本当だよ変ね。な人生を送ってるてのか、は。俺も今まで次元って言ってきたけど、その次元っていう表現でよかったんだね。よかった、マックス。ダニー・リーの記事だ。誰？ゴールデン・ゲート・レポーター。アートの心はサンフランシスコに置いてきた。ダニエル・リー。かっこいいな。私はバートというのかな、バートトレインの中で生まれました。詳しく書くと長くなってしまうので、ここでは割愛しますが、一杯やりながら母に乾杯しなければならない長話なのです。 私がベイリアとそこに集まる芸術家や変わり者たちを心から愛しているのはそのせいだと思います。アートの高級化が蔓延し、アーティストやクリエイターに対する社会経済的なプレッシャーは強まるばかりですが、それでも彼らは輝いています。それがアーティストやクリエイターの宿命なのです。サイトガイストギャラリーやミリコビッチファッションなど一部のギャラリーはこの多種多様なコミュニティと向き合い、口だけのパトロンとは異なり手を差し伸べています。まあ本当そうだよね。今の時代もアーティストとか、最近だったらそれこそね、YouTuber みたいな形でさ、クリエイターって言っていいかわかんないけどさ、そういうのも注目されてきてるからね。楽しそう。ウォーレンもきっと行きたがるだろうな。ディストピアンシネマ。ああ、映画？ディストピア映画の歴史か。ああ、猿の惑星。ブレードランナー。見たことはないけど聞いたことあるな。潜水艦の中で暮らすのってどんな気分かな。閉所恐怖症になりそう。潜水艦は乗ったことないな。どうせ報道すらされないんだろうな。最新のデザイナーズカフェやテーマレストランによって閉店に追い込まれた店や住む家を追われる住民が後を絶ちません。街を乗っ取ったスタートアップ起業家にノーをつけましょう。いや、違うんだよ。やっぱ大事だよ、スタートアップ。新しく起業を始めるっていうのは。大事なんだから。ベイエリアのアートはかっこいいな。同じベイでも大違い。てか今さ、なんか素朴な疑問なんだけど、なんでここにこんなチラシあんの？ 並べられてるわけでもなく。ベイ、謎のままの方がいいものもあるよね。あ、カルチキツアーズ。でもこれあれじゃん、学校にあったトーテンポールにちょっと似てんじゃん。これは？クロエが好きそうなデザイン。私もパンク系になれるかな。黒に骸着骨てのいイくメージあ服りがすぎでしないよ。ょ。これもでもあれだね。やっぱウォーレンだったり、クロエだったりさ、いろいろやっぱこう、今までの関わってきた人物とちょっと、あれがあるよね。関連性がね。なんか、あ、夜じゃん。
やべえ。画集。ここのアートも見に行けたらいいな。オーマイゴッド。ミッション地区の壁画、ガブレール・モナレス。画集。なんか好きなやついないの？会場のザイトガイストギャラリーはサンフランシスコでもかなり歴史があるみたい。本当だ。サイトって ZE なんだ。サイトって読むわな。これは募金せざるを得ないよね。パトロンエビ寄付者募集、芸術という贈り物を贈ろう。寄付金はすべて地元の芸術プログラムに支払われます。ご協力ありがとうございます。じゃあ終わったのかな。そんなこと言いながら黒い振り込まれ、あのなんていうの、募金箱に入れないのかよと思っちゃったからさ。黒いじゃねえわ、マックスだ。ギャラリーの人に自分の作品のことを話せるなんて思ってもみなかった。こんにちは。あら、マックス・コールフィールド。優勝者です、僕。あなたの日常ヒーロー素晴らしいですね。ありがとうございます。コンテストの中でも特に際立ってますよ。バカでかく飾られてますか今。バカでかく。お、私の名前だ。どこどこ。他の入賞者もたくさん。マックスいる。いや、他のアーティストかな。おー、いいね。あ、こいつ話しかけられないんだ。こいつは、あ、俺のファン。もしかして俺のファンかな。好みじゃないけど手法としてはありかな。やだ、私偉そうに。いやいや、芸術家だもん、お前も。どうした？この度はおめでとうございます。写真雑誌アイリスインのものですが。こっち見ろよお前。おい、期待の新人特集にぜひあなたもと思います。こっち見ろよお前。そう、金髪に話してんじゃん。いや、素晴らしい作品でございました。金髪に話してんじゃんって俺じゃないじゃんそれ。おい、どこ見て話してんのお前。金髪に話してんじゃん、俺じゃねえじゃん。お、どこどこの作品、あの、Life is the Life is Strange っていう感じの、あの写真どこ。お、なんかおしゃれ。食べ物の飾り方おしゃれ。美味しくなさそうな高級料理にも慣れなきゃいけないのかな。校長先生、どうすか、美味しいっすか。校長が来てくれてよかった。写真家として有名になった気分はどうかな。いや、これで終わんないよね、大丈夫だよね。千里の道も一歩からだ。私はアーティストではないが、うん、君への称賛の声を聞いて学校としても誇らしいよ。いやいや、こちらこそありがとうございます。運が良かっただけです。なんだか実感がなくて、どうしようかな。どっちの謙遜で行こうかな。実感がないで行こう。学校で起きたことを考えるとなんだか実感がなくて。そうこんな時だからこそ祝うんだ。それに引け目を感じるというか。まあまあ、いろいろあったからね。引け目を感じるのは私で十分だよ校長。ケイト・マーシュの件はもっと積極的に対処すべきだったな。ああ、こっちの世界線では死んでないから、いじめってことかな。自分の力でよく乗り越えてくれた。いじめってことかな、うん、メイさんのことももっと早く気づいていれば。姉さんは利用されていたってことね。みんな騙されてたんです。先生のせいでは。姉さんのことは言いましたよね。みんな騙されてたんです。ジェファソンは全てを巧妙に隠していました。うん、みんな騙されたんです。本当だな。その代表が私だ。知名度だけであんな男を雇うとは。ああ、まあまあまあ、ありえられる。ジェファソンの評判は特に良かった。彼にあれほどの問題があるとは。まあ裏がだね。警察が暗室で発見した写真には言葉もない。被害者に申し訳ないよ。表情はね。でも今はいい人だけど、メイさんと一緒に刑務所の中です。ああ、そして捜査はショーン・プレスコットの過去の不正にまで及んでいる、うん、プレスコット家の終わりじゃん。力と金が物を言うのもここまでだ。よかったね。だが皮肉なことにショーンもジェファソンの悪事は一切知らなかったらしい。へえ、かわいそう。ガツを教師に招いたのもショーンだった。えぐいな、異常気象。あとは異常気象さえ解明できればね。そうだね、全てが元に戻る気がします。あ、じゃあそこの解明がこのショーのあれなのかな、テーマなのかな。学校が元通りになってくれればそれで十分だよ。また一からやり直しましょう、校長先生。校長先生、頑張りましょう。君はもう私と対等の大人だ。先生、レイと呼んでくれて構わない。それはちげえよ。それはちげえよ。夢の用意ができたよ。また後で。それはちげえよ校長先生。慣れ慣れしくすんじゃねえよジジイが。おい、慣れ慣れしくすんじゃねえジジイが。気持ち悪いんじゃお前。この頃を思いながら一生刑務所で暮らすんだ。そんなことないでしょう。いい君。お前、校長先生が高校生に向かって、仮に俺らが高校生だとしてさ、僕のことは名前で呼んでくれていいって言われたらちょっとキモいわ、ビビるわ。
写真家兼教員殺人と誘拐で逮捕。殺人と誘拐か。なんかあんまり実感わかなかった、わかなかったけど、殺人と誘拐って言われたら結構、あ、日常ヒーローだね。確かにこれ、あ、これ日常ヒーローってテーマでいいのかな。あー、じいちゃんばあちゃんがヒーローって、なるほどね。これはヒッチハイクか。ヒッチハイクがヒーロー。あ、運んでくれる人がヒーローってことかな。何見てるんですか。ピント合わねえ、こいつにピント合わねえわ。おい、お前、あれ、もしかしてセルフポートレートの子。うん。ああ、自撮りっていうのかな。被写体よりフォーカスを向けること自体主題にするとは。はい、感心したよ。ありがとうございます。ワイン飲みやがってアートってよくわかんない。これも自撮りか。これ自撮りだけど自撮りじゃないな。なんか、あ、でもそれが味なのか。あ、これいいじゃん。結構好きだなこれ。まあありがちではあるけどね。あ、わあ、ちょっとなんか、ちょっとあれはね、ジェンダー問題に語りかけるかのような、この芸術的な写真。これまでの日常ヒーローコンテストでも今回は最高だね。どの写真も時間というものをよく捉えている。実に素晴らしい。これもなかなか味あるな。ジェンダーに語りかける。これはあれかな、介護士さんが日常ヒーロー。どっちだ、ヒーロー。どっちがあれなんだ、メインなんだ。この写真は怪しい人いるな、あそこ。あれか、案内する人かな。俺の写真は、ここに来るといつも刺激を受けるの。あ、これ日常ヒーロー感あるな。ね、これ日常ヒーロー感あるわ。何これ。あなたの写真すごく好き。ありがとうございます。おめでとう。これからもっと注目されるといいわね。ありがとうございます。来てよかったな、マックス。私本当にサンフランシスコにいるんだ。人の死を何度も見た後で頭がついてこない。バカでかく飾られるんじゃん、俺のやつ。クロエが今ここにいたらいいのに。いやでも確かにこう見るとやっぱマックスの写真はちょっと違うな。ジェファソンとも戦えなかった。写真に自信を持ってって言ってくれたのもクロエ。確かに。レイチェルやケイトのことを思えば写真を出すなんて大したことなかったな。ねえ、この力はまだ謎だけど、やっと正しい使い方ができたのかもしれないめっちゃ挙動不審じゃん、マックス。マックス立つか。一通り終わったくさいしな。おい、ど真ん中で飾られてんじゃん。まあそうだろうとは思ったけどさ。あ、悲しくなってくる。どうした、高校を思い出すよ。どうした、お前どうした。この手の展示はいつも眠くなるんだが、今回は抽象的なものでもなく明確な内容でよかった。今年のサイトガイストは面白い企画が多いな。日常ヒーロー感あるよね。これはあれかな、鳥を救ってあげた女の子がヒーローってことかな。でも鳥があれだもんな、写真の真ん中だもんな。あ、いいじゃん。どうやって撮ったこれどうやって撮ったんだこれ。すごいな、ドローンか。ギャラリーがよくこんな一等地借りれるな。あ、いいね、ワンちゃんが主役の。でも確かにこれあれだな、自撮りは珍しいな、マックスみたいな。あなたがブラックウェルの日常ヒーローね。デトロイト美術学校のものなんだけど、来春の入学についてぜひお話しさせていただけないかしら。喋り方お前やめろ、お前。校長にはまだ内緒よ。喋り方見ろよ、こっちよ。みんなこっち見ないじゃん。みんな全然目合わせてくれないんだけど、ここの人。日常、すまない、君の名前は覚えてないが、パンフレットで作品を見て素晴らしいと思ったよ。そっか、まあ俺自撮りだから分かるのか、後ろ姿とかで。大体、お、集まってんね、めちゃくちゃ。露出もダメ。こんにちは。失礼、君がマックス・コールフィールド。はい、そうです。ええ、はい、はい、僕はバークレー新聞で記事を書いてるダニー・リー。リー、君の作品すごく良かったよ。皮肉的自撮りっていうのは今やありきたりだけど、君の作品には時間を超えた何かを感じるんだ。超えてきましたもん。よかったら話を聞かせてもらえないから。これ僕の名刺。ありがとうございます。また後ほど。どうも。でもこの写真さ、どうやって撮ったの、マックス。ねえ、この写真あれか、あれかな、タイマーかな。どうやって撮ったこれ。あ、みんな、あ、みんな、あ、いるよ。俺、あ、いけねえ、こいつには邪魔されていけねえ。
やってるか、こうやって同じポーズしてやろうか同じポーズしようか、こう目の前 で。これマックスのさ、部屋のやっぱ壁に貼ってるさ、写真があったからこの写真あるんだよな。本人登場だよ。あら、ヒーローのご登場ね。どうも。どうも。嬉しい。今日だけは自分をアーティストって誇っていいかな。いや、センスあるわ。ちげえもん。他はさ、あ、話が。あ。まあまあそうなると思ったけど、そんなにさ、そんなに甘くないとは思ったけどさ。これがあれか、最終章ならではの。クロエ、あ、大丈夫？ちょっとぼーっとしてたけど。大丈夫です。飛行機で。時差ボケかな。大丈夫かマックス、お前死ぬんじゃないか、お前大丈夫か。音消してた、バカ。何？お願い、電話に出て。マックスが大変だよ。マックスが見た竜巻、本当に。ああ、なるほどね。そんな、クロエ、今どこなの？マックス怖いよ。どうしよう、今。クロエ。聞こえる？もしもし。うわー、また戻んのか。マックス大丈夫か、お前体への負担が。そっか、こっちに来てる間に。竜巻が本当に。そっか、マックスがロサンゼルス来てる間に。倒せなかったんだ。クロエが死んじゃう。街もきっとめちゃくちゃ。絶対に止める方法が。マックスねさん、まさかですけど、戻るんですか？自分が撮ったあの写真の時代に。芸術的だな、なんか髪型が。お前マックス姉さん戻るんですよね、分かってます僕は。この写真を見てごらん。どこ、これ。ああこれか。絶対ダメ、クロエがまた死ぬなんて。助けに行かなきゃ。マックス姉さん行きましょうか。あなたが撮ったあの写真、あの写真からまた全てが始まるんですね。マックス姉さん、今や誰でも写真家ね。行きましょうか、一緒に。俺も解決してやるぜ。これいつに戻るんだ。でもこれ撮った時ってことはさ、日常ヒーロー、まだジェファーソンも逮捕されてないでしょ多分。すみません、はい、君の作品のことを聞いてもいいかな。ごめんなさい、遅すぎた、ごめんって。来た、いける。マックス頑張って。え、これもジェファソンが逮捕される前でしょ。これがだって日常ヒーローの作品だから、めちゃくちゃ前じゃん。頭が。マックス鼻血がえぐいって。死ぬなよお前。一体どうなってるの？現実が壊れてきてる。本当だ。私が時空を歪めてる。いつもよりひどい。一つの出来事さえ変えればサンフランシスコに行かずに済む。簡単だよ。マックス嘘だろお前。写真家としての人生よりも街を救うこと、それを選びました。マックスは行きましょう。そっか、これ破ったらコンテストよりクロエの方が大事。これで前の世界線にも時間軸に戻ったら竜巻が来てる時なのか。あー、また歪んだ。あ、でも提出はしてるから、提出はしてないけど、そっか、チクってはいるからジェファソンは逮捕されてるんだな。え、逮捕されてなくない？え？え、提出がないとやっぱダメなんだ。え、ジェファソンにいる、生きてんじゃん普通に。マックス、もう。そんな、またここなの？本当だ、逮捕されてない。全部直したはずなのに。今何と言った？なんでジェファソンは刑務所にいるはず。ねえ、授業中もよく上の空だったが相変わらずだな。自撮りをするには今が絶好のチャンスかもしれないぞ。かつての自分から。
新たな自分へと生まれ変わる瞬間。時間がじあれなのか、もう歪みまくってんのかな。まずは質問に答えてもらおう。死ねばいい、口が臭いどっちもどっちなんだよ。どっちもどっち。死ねばいい、お前なんか。あんたなんか死ねばいい。なかなかいい答えだ。おや、鼻血が出ているね。薬の量が多すぎたかな。これは申し訳ない。だがどうせ死ぬんだ。鼻血ぐらいでいちいち騒ぐ必要もないだろう。マックス、時間歪んでるよ。今までの感じだったら、だってジェファソンつく。ビクトリアなら旅だったよ。まさか。何を驚くことがある。至極当然の結果じゃないか。そんな。悪化してんじゃん。おいおい、なんだその顔。悪化してるってか、あれか、そっか、時間軸が。あの時、俺が前回ここに捕まった時よりも進んでるから。そっか。その投稿、まるでシャッターのようだ。その人の。そっかそっか、時間軸進んでるから、まあ。最後に見てあの写真を破り捨てるとは、あれほどの傑作ならコンテストで優勝できたのに。それと所持品は焼かせてもらったよ。ついやりすぎてしまった。日記を燃やすなんて。だからここに戻ってきたんだ。ここ数日の間、君は一気の少女からヒーローへと変貌した。一体何が君をそうさせたのか。は？あ、そか、異常気象だから。外はすごいことになってるぞ。ほんと、おかしな出来事ばかりだ。恐怖を感じているね。え、あの写真以外に戻れたのかな、もしかして。最後のセッションを君と共にできてとても光栄だ。今回のテーマが見る者に伝わることを祈るよ。そう、若さの喪失が。君に授業をするのも、なんか胸クソじゃん。もう鼻血を出すこともない。安心しなさい。お願いです、やめて、やめてください。じゃないと大変なことに。戻る。マックス違う写真でよかったのかな。じゃあ覚醒しよう、マックス。お願いです、やめて。誰か来んのか、誰か来んのか。何か変わるはずだぞ。でもでもこれだったらさ、多分、うわグロ黒いもだって撃たれてるじゃん、銃で。あれ、あー、そっか、焼かれてるから今までの。え、やだ、なんかやだ、それ。やだ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 俺まだ日記見てないもん、ちゃんと。やだ。え、大丈夫、痛みすら何もないぞ。今ものすごい速さでアングル回してるけど何もないぞ。何？あ、誰？デイビッド生きてんのか、お前。デイビッド頑張れ、頑張れ、デイビッド。そんな、デイビッド。デイビッド・マドセン、危なかった。せいせいしたよ。このクズは学校でも鼻つまみ者。どうやればいいんだ。あ、戻せないわ。あ、戻せた。もう鼻血を出すこともない。安心しなさい。待って、聞いて。最後に一つだけお願い。ああ、変わる、なんか。いいですか。何？いい表情だ。そんな顔で頼まれたら嫌とは言えないよ。何何何？あ、照明を消してもらう。どうしようかな。あ、写真を撮ってもらう。いや、もう撮ってもらうと意味ないもんな。ここでだって戻るもんな。消してみよう。照明消してもらえませんか。眩しくて、いい。そうなんですよ、ちょっとすいません。見上げた写真家魂だな。最後だからこそ妥協はできないか。これ変わるかな。でも
でもこれぐらいしかないよね、まともに変わるとしたら。え、ここが、ここ暗くなるとあんま変わんなくね。痛みすら感じない。なんか変わるか、ちょっと見てみようか。何？デイビッド、危ない！いい加減黙ってろ。あー、なるほど。ちょっとそこ止まってよ。もうちょっと器用にできないの？器用に戻れないの？マックス。ねえ、もうお前全部こう見せられてんだけど。もう鼻血を。あ、そっか、水をもらってる時間で、そうか。てか、写真をもらう時間、ちょっと時間をずらすんだ。さすが、そっちの方がいいか。じゃあ。写真は今から撮るつもりだったから、水ください。喉が、焼けつくようで、水を飲ませてもらえませんか。いいとも。君は大切なモデルだ。あ、これ近くに寄るんだ。そっか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 。あ、いい時間稼ぎじゃない？どうなる？いや、でもここ変わんねえな。大丈夫。あ、でも三脚の位置ずれてない？これで。あ、違う、あそこにあんな。何？ここで言えば。危ない。何？なぜわかった？お！デイビッド。デイビッド？銃がなければお前など。エマソン、諦めろ。僕の邪魔をするんじゃない。デイビッド、もう。エマソン、諦めろ。銃を隠してる。悪いな、マドセ。ダメ？ダメですか？いや、いっぱいある、いっぱいあるやん。諦めろ。テーブルを蹴って。ほらよ。意味な。僕の邪魔を。銃を拾って。よし。デイビッド。うまーってか、マドセン。どこだ？エマソン、諦めろ。あ、違う、ケーブルだ。僕の邪魔をするんじゃない。ナイス！ナイスパンチ！ナイスパンチ！あ、強っ。パンチ2発。なんてことだ。デイビッド！怪我はしてないか？デイビッド！ない。デイビッド！ありがとうございます。よりによってお前かよ。これはいい。ここが分かったのもお前のおかげだ。なんか変わってんだじゃあ。まずは、こいつを拘束しないとな。いいね、そこ大事だよ。こいつだけは逃がすわけにいかん。大体みんな失敗するから、そこで。刑務所にぶち込んでやる。よくて拘束するの早、拘束するの早いな。ジェファソン先生、今度はあなたが捕らわれる番です。写真撮ってやろうぞ、こいつを。写真撮ってやろうぜ。クロエ、全部燃やされてる。私の写真まで。戻れないじゃん。てか、そもそもマックスの写真じゃないとダメなのかな。が撮った写真を使えばいいんだ。あ、パーティーの時？ダメ、圏外だ。まあ、こんなねえ、荒れた天気だからな。ジェファソン先生、悪いけどこの車もらいます。いつまでお前先生呼ぶの。先生じゃなくてよくねも呼び方。先生じゃねえもん。ブレスコット家が噛む。見るだけで吐き気がする。先生じゃないって、もうこいつジェファソンって呼べよもう。これは全部、もうこんなの見たくないよ。これで戻ったじゃん、お前。でも前、これ見ていいかな。俺ちょっとごめん、時間かかるってもいいかな。ダメだ、全部焼かれてる。頼みの綱はあれね、撮った写真。こんな時だしっつってさ、なんか自撮りしたあれね。ビクトリアのブレスレット、これで姉さんに罪を着せるつもりだったんだ。おい、ジェファーソン、おい。まだ縛られた感触が。おい。嫌だ。ジェファーソン、写真撮らない。写真撮ろうぜ、ジェファーソン、おい。
写真撮ろう、撮ってやろうかお前写真、ジェファーソン。浮かれた趣味に。おいおいおい。これだけの機材を揃えて。撮ってやろうかジェファーソン、おい。今はただの哀れな人。マックス、もっと早く。デイビッドは任務遂行中。次は証拠探しかな。あの、大丈夫ですか？ああ、だがこの部屋はちょっと遅れちゃったんだ。ジェファーソン、ここ違う。私を殺すつもりで、ビクトリアはもう。そんな、まさか。しかしこの野郎、怪しいとは思っていたが。ジェファーソン、ジェファーソンじゃない、誰だお前。誰だお前。誰だ、デイビッド。全員を疑っていた、全然気づかなかった。私は全然気づかなかった。みんな気づかなかったよ。上司を疑う生徒はいない。ジェファーソンは先生なんかじゃない。うん、結局授業も計画の一部だった。俺もてっきりケイトの件で容疑者をネイさんだけに絞ってしまった。うん、それにケイトの自殺は俺の責任でもある。一生自分を責め続けるだろう。あ、だからケイトもそうか、ケイトもなくなってんのか。うわ、クソじゃん。あ、携帯手に入れてからあるじゃん。そんなことないよ。そんなことない。ケイトの自殺はあんたのせいじゃないよ。ジェファソンのせいです。ネイさんが危険なのは分かっていた。俺がもっと早く行動していれば。後悔すんじゃねえよ、お前悪くねえよ。親子みたいな関係だったんです。でも姉さんがレイチェルを殺しちゃった。急にでもあれだな、好感度ぶち上がりだなこいつ。姉さんに全ての罪を着せようとした。デイビッドか。僕はすぐ近くにいたのに。俺が気づいたさえいればジェファソンと姉さんの強行を止められたはずだ。別の世界線では止めたけどね。銃を持ってたって校長先生に伝えたけど信じてもらえなかった。諦めずにもっと食い下がればよかった。過去を悔やんでいるのはお前だけじゃない。うん、だがまさかお前とクロイだけでここまでやるとは。クロイ生きてんのか。俺にはできなかった。この世界線は二人でよく頑張ったな。あなたがお手本になったのかも。いや、二人で協力してきたから。二人で協力してきたから。俺とは大違いだ。もともと人と協力するのが苦手でな。軍でもそれが問題になる。あ、なんか、すごい悲しい顔してんじゃん今。きっと辛いことがたくさんあったから。デイビッド、自分の振る舞いについて言い訳をするつもりはない。ベストを尽くしたつもりだったが。ちょ、この話終わったら一旦切ろうかな。時間まあまあやってるから。良い父親になろうとも努力した。デイビッド、だがジョイスに捨てられて。あ、全てを失った。そっか、その世界線になってんのか。私のせいで。そうか、その世界線のまま来てて。でもそこで何助けてきたんだお前。逆にじゃあ俺のせいだ。ファイルも処分すべきだった。おばさんには私。あ、てかあれかな、その言ってしまえばマックスが、だからデイビッドが自力でここに来たってことかな。じゃあ前の世界線ではマックスがデイビッドにチクってジェファソンが捕まったじゃん。で世界線が多すぎて分かんねえけど、まあ、とりあえずデイビッドが今回は自力でここを突き止めて間違ってたって来たってことかな。じゃあおばさんもちゃんと分かってるはず。デイビッド、また言い訳のように聞こえるかもしれんが。やるじゃん。何、戦場を経験した人間にとって、はい、その後の人生は苦しいものだ。はい、誰も理解してくれなかったが、はい、ジョイスだけが俺を救ってくれた。おばさん、希望をくれたんだ。じゃあクロエもケイトも死んでんの？私はあなたに救われた。クロエもきっと喜んでくれるはず。俺はクロエに無事でいてほしいだけだ。それとジョイスにはカウンセリングを受けると。クロエ生きてんの？この世界ちょっと教えて。そこクロエに謝るよ。そこ謝るってことは生きてんの？パパとは呼んでくれなくてもせめてクソ親父はやめてもらえるように。でクロエはどこだ？ほら、やっぱそうじゃん、そうじゃん。え、もうやだ。やだ。いや、でも言わない方がいいんじゃない？だってこう言っちゃうと多分このデイビッドがジェファソン殺しそうな気がしない？なんか。それどうなのって話じゃん、結局。多分ここでクロイのこと言っちゃったら、この野郎、
絶対に許さないって、なんかこう今からでも暴力を振るいそうな気がするから、デイビッドに罪を着せないためにあえて本当のことを言わないと。クロエは疲れたからちょっと一服するって言って、いなくなった間に私だけさらわれたんです。だから無事ですよ。そうか、タバコに救われるとは皮肉だな。私ちょっと外の空気を吸ってくる。ごめんねデイビッド、 ただお前がこれ以上そうするといい、罪を重ねてほしくないんだよ。お前のように勇敢な子がクロエの親友で俺も嬉しい。さあマックスバレてるけど な、 いつまでもこんなところに必要ないか。マックスお前露骨にお前だって顔悲しんでるもん。よし、このパソコンにどんな証拠が隠されているか確認しよう。ジェファソンは刑務所行き、でもクロエが何とかしなきゃ。とりあえずじゃあここで一旦切るわ。じゃあ次回ちょっとまあここら辺見て外出るわ。じゃああざした。